いつもロペライアウトラインをご覧いただき誠にありがとうございます。今回は2009年モデルポルシェボクスター S スポーツクロノパッケージをご紹介させていただきます。まずは外装面の状態ですが、フロントに若干の飛び石とフロントバンパーに下すり、さらに小さな傷が見受けられます。また運転席側のドアに小さな線傷とリアのバンパーにも傷がございます。その他に大きな傷やへこみはございません。走行距離5万4000キロ走っておりますが、全体を通して良好なコンディションを保っております。外装色はキャララホワイト、インテリアにはブラックハーフレーザーシートが組み合わされた1台です。こちらのボクスターですが、マイナーチェンジが施された2009年モデルとなりますので、ミッションには PDK が採用されております。またエンジンの出力も向上しておりますので、走行性能が格段にアップしたお車でございます。それではエンジンスペックのご紹介です。 3.4 リッター水平対向6気筒エンジンが搭載され、馬力は310馬力を発生させます。ポルシェらしいダイナミックな走りをお楽しみいただける1台です。ヘッドライトに関しては後期モデルとなり、標準でキセノンヘッドライトが備わっております。夜間走行時も安心してお乗りいただける1台です。続きましてリアのご紹介をさせていただきます。テールライトは後期モデルより LED が採用されるようになりました。アルミホイールは純正の18インチのアルミホイールが備わり、ボクスター S のグレードとなりますので、レッドキャリパーが装着され、足元からかっこよく仕上がった1台です。続きましてインテリアのご紹介です。シートはブラックハーフレザーシートが備わっております。運転席助手席ともに使用感がなく、非常に綺麗な状態を保っております。それではエンジン始動させていきます。ステアリングは3本スポークのレザーステアリングが備わっております。手元のスイッチにて PDK の変速操作を行っていただけます。またダッシュボード上にはスポーツクロノパッケージのクロックが埋め込まれておりますので、特別感のあるインテリアとなっております。ナビゲーションは標準でクラリオン製のハードディスクのナビゲーションが備わり、車内では地デジの視聴も可能となっております。またギアをバックに入れていただきますと、バックカメラも備わっております。また運転席と助手席にはシートヒーターが備わっておりますので、寒い季節も快適にオープンドライブをお楽しみいただけます。またスポーツモードやスポーツプラスモードを選択していただければ、ポルシェらしいスポーティーな走りをお楽しみいただけます。またシフトはデュアルクラッチシステムの7速の PDK が採用されておりますので、素早い変速を実現しております。それではホロを締めていきます。最後にこちらのレバーを押していただければ開閉操作は完了となります。また気になる車内の匂いですが、特にお煙草の匂いなどいたしませんので、ご安心いただければと思います。今回は2009年モデルポルシェボクスター S スポーツクロノパッケージをご紹介させていただきました。走行距離5万4000キロ走っておりますが、内外装ともに非常に綺麗な状態を保っております。マイナーチェンジが施された後の後期モデルのお車ですので、ミッションに PDK が搭載され、走る楽しさを追求されたモデルです。またホロの開閉も非常にスムーズなお車ですので、雨が降る直前までオープンドライブをお楽しみいただけます。さらにシートヒーターやクラリオン製のナビゲーションが備わり、快適装備も充実の1台でございます。弊社でも高い人気を誇るモデルとなっておりますので、お探しの方はぜひお早めにご検討いただければと思います。よろしくお願いいたします。